自分の中にバレエ団を持っているような感覚というか、どんな役でありたいかっていうのを考えるきっかけになったら嬉しいかな。誰もが無意識に演じている人間、その思いを陶器に込めて。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト中田恵美里、1997年東京都生まれ。プロのバレリーナを目指していく中で感じた表現の窮屈さ、悩み苦しむ中で見つけたのは陶器という新しい道。舞台の上って私の体が私のものではなくなるような感覚がすごくあって、まあ、幼い頃から粘土はずっと触っていて好きで、なんかバレエの立ち上がり方とか、こうねじれの構造を持って立ち上がっていくとかすごくリンクしていて、粘土ってすごくその私が表現したかった人間に近くて、その人間の空虚さだったり、それを愛することができればなんかいいなっていうのがテーマにあって。彼女が見つけた表現をするための器、そこに存在するのは演技と陶器の共通点。最初の方は無意識に目に穴を開けていて、焼き物って中身が空っぽじゃないと焼いて作品にできないんですけど、空っぽじゃなきゃ存在できないっていうところとかが、私が舞台の上で感じていた人間が空っぽな入れ物になってしまっているっていう感じていたことと似ていたので、結局は空っぽな人間のことを考えていたっていうのを穴を見つめながら気づきました。人は生きるために演じている。誰もが持つ本質を表現するために彼女が選んだ新たな手法。映像も陶器もこれをやろうって思って始めたものではなくて、好きでなんかやっていたことで、映像にも無理やり動かされている感じをすごく出したいと思っていて、空っぽな彫刻が動いているのを見た時に、辛いことがあっても自分の魂が傷ついてるわけじゃなくて、役が傷つけられてるだけっていう風に思えたら、もっとみんな楽になれるんじゃないかなってすごく思っていて。それぞれ人生の役を演じてほしい。空っぽな陶器に思いを乗せる中田恵美里の願いとは。私はそう、表面的にも見られたりするっていう空っぽさみたいなところも自分の作品で大切にするところなので、けど映像作品までちょっと見てもらって、自分のことと照らし合わせたり、昔のことを思い出したり、演じている人間っていうところを思い返したりしてくれたらいいなっていうふうに思います。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家和田博人のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。